経営学要点 Presented by Ed Hawk。 事業の成功を目指すあなたに経営の要点を解説します。経営学検定の受験準備にも役立ちます。今回のテーマは科学的管理法の誕生です。19世紀後半のアメリカでは第二次産業革命により自動車、電気、通信事業が大きく飛躍しました。第一次大戦に向かって産業は発展し、空前の好景気時代を迎えていました。機械化が進む工場では働けば働くほど賃金率が下がるという労働者の賃金問題から労使の対立が発生します。そこで機械技師だったフレデリック・テイラーが現場の生産性向上のために様々な研究を始めました。テイラーはハーバード大学の法学部に入学。しかし、目の病気により大学を辞め、弁護士への道を断念しました。その後、自らが勤めた工場で研究を重ね、科学的管理法の父と称されるようにまでなりました。テイラーはベスレヘムスチールの工場でストップウォッチを使った作業時間分析やメジャーを使った移動距離分析などから作業配分の計算を行いました。これには工場の現場からはかなりの反発を受けたようですが、その結果は大変大きな成果を生みました。8種類のショベルを使い分けることにより、なんと1人当たりの作業量を 3.7 倍に増やし、1人当たりの賃金を 63% アップさせ、10トン当たりのコストを 56% 削減することに成功したのでした。工場の経営陣のみならず、工場の従業員もテイラーの研究成果を絶賛しました。テイラーは科学的管理法を次のようにまとめています。タスク管理、一定の時間内にどれだけ物が作れるかを測定記録する。作業研究、業務マニュアルや手順書を作成して誰でも作業ができるようにする。作図表制度、チェックシートを作成して作業を標準化させる。段階的賃金制度、仕事、作業の中身に応じて適切な賃金を支払う。職能別組織、組織を考える人と動く人に分ける。すなわち、仕事の標準化を行うことです。この後、自動車メーカーのフォード社など、多くの企業に採用されていきました。さて、ここで質問です。テイラーの科学的管理法では、考える人と動く人を区別する職能別組織を提案している。正しいと思う方は、イエス、正しくないと思う方は、ノーを選んでください。10秒以内でお答えください。残念、タイムオーバーです。もう一度問題に戻って回答してください。